専用車両入間市内循環バスは埼玉県入間市が運行するコミュニティバスである。愛称は T ロード、西武バス鞘山営業所が運行受託している。1997年7月運行開始。当初は西武バス反応営業所が受託していた。名前の由来はシルクロードからヒントを得て鞘山茶の茶畑の緑が広がる市内を結ぶことを表している。 車両には茶摘みをする女性のイラストがラッピングされている。2018年1月30日の路線再編により、ワンボックスカーによる乗り合いタクシー型の T ワゴンが新設された。入間市内の幹線道路はいくつか存在するが、幹線道路沿線が住宅密集地域だとは限らない地域もある。また既存の一般路線バスがほとんど、入間市駅からや山市、東京都梅市。 西多摩郡水穂町への足と、武蔵藤沢駅等からの住宅街と、最寄り市内駅を結ぶ足のみであった。そのため市内の交通空白地域と、最寄り鉄道駅や市内公共施設を結ぶ足として、市内循環バスが誕生した。入間市健康福祉センター開設と同時に、健康福祉センター停留所が開設された。2018年1月30日には、 入間市内の公共交通機関の再編が行われ、市内循環バスのルートや本数が見直された。この再編によって、市内循環バスの本数が増え、運休日、運賃運賃は地域を走る西部バスの一般路線バスに準じており、大人初乗り180円からの距離加算制で、小児半額、未就学児は無料、市内在住の70歳以上高齢者には、特別乗車証、 障害者には特別乗車証を交付する。また、70歳以上の高齢者には1日乗車券も販売している。小払い方式で乗車時に整理券を取る。運賃支払いは現金のほかバス共通カードの利用も可能であった。新型車両導入後はパスもスイカなどの交通系 IC カード利用も可能となった。2018年1月30日の再編以降の路線。 全てのバス停名を記載。北コース、編集、南コース、編集健康福祉、センターコース、編集、西武バス鞘山営業所廃止路線も、参照入間市役所を起点に、北コース、南コース、東西コースの3コースで運行していた。北コース、編集、南コース、編集東西コース、編集専用車両の点検時などに西部バスの中型、 小型バスが代走することがある。健康福祉、センターコースそれ以外のコース、ありがとうございます。